はい、どうも、ピクスヨスです。今回紹介するミニカーはですね、2020年1月発売のトミカを紹介していきたいと思います。まず、BMW Z4、それから、機動隊の大型人員装置ですね。まあ、機動隊だけじゃないですけどもね。で、あと、まあ、ドリームトミカ。それから、ランボルギーニとね、あと、スカイライトのね、プレミアムトミカの方を見ていきたいと思います。ライト&サウンドトミカ。こちらは、後ほどね、後ほどというか、後日紹介したいと思います。また開封していきたいと思います。まあね、初回限定買おうかね、ちょっと迷ったんですけども、一応ね、購入しました。意外とね、かっこいいかなって感じました。あっぶね。手が言うこと聞かない。こちらですね。で、Z4 ね、通常品の方もね、出てこないと。ちょっとなんか位置がよろしくないかな、この辺かな。つかこれテープで止めてあるしな、この、あのサウンド止めたのやつ。どういうつもりや。こちらですね。まあね、紹介の方は後ほどしていくので、とりあえずね、全部開けていきたいと思います。ガーッと。で、エルガの人員装置。実写はね、イスズエルガミオなんですけども、これは多分エルガです。エルガの金型そのまま使っちゃってね、まあ車種はね書いてないんですけども、あの箱にはこのイスズサインカーみたいな感じですかね。こちらですね。でプレミアムからいくのかな、4番。まあ、新年早々ね、なかなかね、素晴らしいラインナップだなと思いますね。トミカ50周年ということもあってね。まあ、この箱の方にもね、50周年のこう金ピカシールがね、貼られてますね。おぉ、素晴らしいですね。おぉ、かっこいい。これはかっこいい。ランボルギーニガヤルドスーパーレジェラですね。おっと、電池がないな。ちょっと開けたら、ちょっと電池交換しなあかん。よいしょ。もう出すだけで今日大変ださ、結構台数がある。まあ、いつもだったらあんまりプレミアムを一緒に紹介しないから。だって開封だけで今4本使ってるもんね。どうすんだよ。フィルムだけで撮っておけばよかった。尺が足りない。で、ドリームトミカのね、MR2 ですね。箱とかもう今日は見てる理由ねえぞ。こちらちなみにセブンイレブン、セブン&アイ特注となってますね。おお、結構よくできた。
はい、ではですね、通常品のね、74番のトミカから紹介していきたいと思います。こちらはですね、BMW Z4 ですね。スケールは61分の1となっています。ですね、先代モデルもトミカになってまして、そちらの場合は初回限定版がベージュかな?ゴールドっぽいベージュっていうか、そんな感じの色で、通常品がネイビー、紺色だったと思います。今回もね、もう、なんと Z4 トミカになりましたね。割とその、サイト見てた時から結構かっこいいなと思ってたんでね。買ってしまいましたね、初回限定版。初回限定版は白となってますね。ソフトトップ、まあ、屋根がね、取れるようになってますね、このように。まあ、通常品も同様に外れると思いますが、外すとめんどくさいんで、ちょっと、割愛です。まあなんか、先代よりもちょっと、角張ったというかね、先代ももうちょい丸っこいデザインだったんでね、なんか、あと平べったくなったかなっていう感じがします。ライトはね、ちょっとメッキじゃなくて塗装ですけどね、再現されてます。で、裏はこんな風になってますね。で、トヨタの GR スープラ、あれとね、実は姉妹車なんですね。足回りがね、だから一緒なんです、これ。そう、まあ、GR スープラとね、足回りは一緒というか、一応姉妹車なんですよね。Z4 のプラットフォームを GR スープラが使ってるっていう感じなんで。まあ、だから、GR スープラも実質、Z4 なんですね。なかなかかっこいいですね。次行ってみましょう。通常品、こちらが何番だ ?98 番の、大型人員走車ですね。大型人員走車はですね、よく機動隊とかが使用している、バスですね。よく護送車と間違えられますけどね。これに犯人は乗ってません。護送する車ではない。中にちょっといかつい兄ちゃんとか乗ってますけど、あれは、悪いことして捕まった人ではございません。機動隊の皆様です。まあ、実際はよく結構警視庁とかに入ってます。まあ、警視庁以外にも入ってるっぽいんですけどね。まあ、いすゞの L が、まあ、実際はいすゞの L 画面をベースなんですけど、これ、トミカは多分 L がベースですね。というか、こういう、後ろにね、L がって書いてありますね、これ。L 画面をということで、隠すかなと思ったら隠してもねえっていう感じでしたね。まあ、20番の都営バスの L が、あれがベースです。この辺はね、ちゃんと、実写同様に金網がついてますね。ここの辺の再現度がすごいと思います。ちょっとね、塗装がね、実写よりもちょっと濃いかなっていう感じがしますね。実写の画像もね、見ていただきたいと思うんですけども。ちょっとね、ネイビー、紺色っぽい、色合いかなっていう感じがします。本物もっと薄い気がするんですよ。で、赤色灯もですね、本物同様にこういうちっちゃい角型の赤色灯が2つ前後についておりますね。後ろにもちゃんと金網がついてます。ちなみに後ろの金網はですね、後ろの窓を守っているのではなく、ここの金網を取り外して、前側のここを守るための金網ですが、まあ、普段運転するときは邪魔だよということで、普段を取り外して走って、後ろにつけてますね。後ろも結構再現度高いかなって感じがします。何気に、トミカの通常品、トミカくじとかそういうの含まないで、そういう中では、初の機動隊の警備系の車両じゃないかと思います。今までその災害救助系、例えばトヨタのコースター、あれがあと、パジェロか。三菱パジェロ。あれも機動隊の救助系の車両なんですね。でもこの2台は機動隊は機動隊でも、その先ほどから言ってる通り、救助系、災害時にこう、救助のために使用する車なので、なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっと違うんですよね。機動隊の中でも。だから、その、トミカくじの中に入ってるやつとか、あと、スーパーポリスカーコレクションに入ってる人員走車、それから TDP 特殊のバス、あと、現場指揮官車、あとギフトセットにも遊撃車とか、現場指揮官車とか入ってますけども、そういうのを除いて普通にその、ナンバー70番とかそういうのに入ってる通常品ね、の中では初の警備系車両ではないかと思います。僕、機動隊結構好きなんでね。こう、トミカもね、ついね、このようにね、4台も買ってしまったわけですよ。まあ、4台買ったからなんだって話ですけどもね。
そして、ランボルギーニ、ガヤルド、スーパーレジェーラですね。こちら通常品で、こちらが初回限定版となってます。ですね、ランボルギーニ、ガヤルドの超軽量バージョンという意味なんですかね。スーパーレジェーラが、超軽量という意味らしいので、まあ、なんかそのガヤルドの軽量バージョンがこのスーパーレジェーラとなってるみたいですね。まあ、後ろはね、テールランプ、クリアパーツ使ってますね。ライトもこれクリアパーツなのか？ちょっと印刷っぽいですけどもね、ちゃんとクリアパーツ使ってね、再現してるみたいです。かっこいいですね、なかなか。これはかっこいいですね。正直 Z4 は正直買えなくてもいいかと思ったけど、ちょっとこのガヤルドはすんげえ欲しかったんで、もう朝並びましたね、さ、久しぶりに。かっこいいですね。やっぱランボルギーニかっこいいですね。まあなんかオートサウンドの方でなんか一騒動あったみたいですけどもね、あれは完全になんちゃら行くのはどうかなと思います、僕は。まあこれ以上は言う必要ないので、あとは実況放送でも聞いてください。そして、プレミアム止めたらですね、日産スカイライン GTSR。R31 スカイラインですね。ついに31スカイラインもプレミアムトミカになりましたね。もうスカイラインもね、なんか箱スカも出るみたいな情報があ るんでね、ちょっと楽しみですね。スカイラインやっぱ好きなんでね。ドア開閉のアクションがついてます。何気に今回初のってか今回唯一のドア開閉アクションがあるトミカです。ここは全部サスペンションだけとかなんでね。エルガリに関してはサスペンションもねえから。でね、GTSR、まあ、横見るとこんな感じですね。ホイールも結構再現頑張ったんじゃないかなという感じがします。で、後ろこんな風になってますね。ちゃんとスカイラインの単風印刷が入ってて、テールランプがあって。クリアパーツなんでしょうね、テールランプ。ん？これテールランプクリアか？ちょっとわかんねえな。なんか、やっぱ黒くてちょっと悪とは言わないけど、ちょい悪っていうのかな。なんかすごいそういうイメージがある車ですね。なんか、こう、ちょっと、なんて口で説明したらいいかわかんないですけども、そういうイメージのある車です。かっこいいです。スポイラーがまた出ててかっこいいですね、これ。ピントが合わねえな。黒だもんね、ピントがね、合いにくいんですね。こう、ね、スポイラーがね、ついてね、かっこいいですね、ここに。かっこいいですね。で、シートがね、またかっこいいんです、これ。こんな感じで。すごいですよね。こうなんかチラリーンって CM がね、流れてきそうですね。まあ、自主制作 CM とか作ったことあるんで、そちらの方もね、概要欄に貼っとくんで見ていただけたらと思います。ただそっちは、報道はスカイラインの方なんでね。すいません。ちょっと違います。そして最後ですね、ドリームトミカのですね、小頭シア海の、トヨタ MR2 SW20 となってますね。こちらはですね、まあ、先ほど言った通り、セブン&アイの特注トミカとなってまして、まあ、このスープラじゃない、ごめんなさい、間違えた。MR2 の金型自体、そもそもトミカ博のイベント限定トミカの金型となっております。小頭は会は、インベタのさらにインという技では、こう、まあ、ガーンって、印象、いろは坂のね、坂のやつ、アーケードでもよくありますよね。アーケードゲームのイニシャル D でよくやってる人いますよね。あれをやったやつですね。ね。ちゃんとね、フォグランプがね、再現されてて、まあ、バーのところもちゃんとブルーメタリックでね、ちょっと塗装されてますね。で、まあ、本当はね、サンルーフがついてたんでしょうけど、トメカで。埋めてありますね。プラスチック。後ろもこんな風になってますね。かっこいいですよね。まあ、今回、その、セブン&アイのやつは、なんか、86が2台、MR2 が4台、FC が3台という、ちょっと1台だけ多かったんですね。まあ、これだけ売れると予想されて、わざと1個多く入れたんでしょう。そのアソートの中に。なんか、86もその FC も、なんか、通常発売とちょっと違うらしい、タイプが違うらしいんですけども、ぶっちゃけ、そんな大して違いがねえから、もう買わなかったです、今回。そんな買う必要ねえやと思った。そんな変わらないんです、本当に。だからもういいやと思って買いませんでした、今回は。でちゃんとね、3分にさってトヨタのロゴも入ってますし、かっこいいですよね。一気にバーってね、オタク特有の早口やっちゃって、疲れちゃった。はい、ではね、今回紹介したのは以上のね、7種ですね。多かったですね。
いやー、新年早々、なかなかいいトミカの、いいトミカのっていうか、いい感じですね、なかなか。うん、その、大型人輸送車もね、なんか、ついに来たかと思ってたんでね。ちょっと嬉しいですよね。おー、スカイラインもいいですよね。うん、なんか今回、全体的にいいですね。うん、なんか、嬉しいですね。まあ、今回はね、この辺で終わりたいと思います。あ、終わるのはいいけど、説明するの忘れた。ちゃんとね、エアコンもね、これ実車同様のね、エアコンなんですよ。この、エルガのエアコンね。こんな感じになってますけど。紹介するの忘れてた。ごめんなさい。またね、エルガの方はなんかいろんなもので使えそうなんでね、また、もしかしたらさらに増えるかもしれないですね。高機動車のように。まあ、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは